テルプシコーレは、ボブ・マー・コーリスが作曲した、吹奏楽曲。楽譜の作曲者名に、アフター・マイケル・プリトリアスと添えられているように、ミハイル・プレトリウスが編纂した、部曲集、テルプシコーレを素材として、吹奏楽のための組曲として作曲された。1980年12月1日から翌年2月7日に、かけて作曲され、 1981年11月22日に、ウィスコンシン大学オークレア校のガントナーコンサート、ホールにて、ドナルド・ジョージの式、同行シンフォニーバンドの演奏で上演された。原曲の旋律、火星、リズムをほとんどそのまま残しながら、編曲の域を超えた新しい作品となっており、職人的なオーケストレーションの才能が発揮されている。演奏時間は、約23分。 強弱記号が PPPP p から FF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 F に至るまで、あるいはアズラウドアズポッシブルと書かれていたり、様々な楽器のソロのフィーチャーやセクションでのスタンドプレイが指定されるなど、作曲者自らショーピースと記すほど、視覚的、聴覚的な演奏効果を狙っている。フルスコアには7ページにわたって、 演奏法や演奏上の注意、代替楽器の指定、初演者に関する情報など、作曲者による詳細な解説が付されており、演奏に関する指示は、楽譜の随所にもこと細かく書き込まれている。楽譜は1984年に、アメリカのマンハッタンビーチミュージックから出版された。歌表の数字は、編成表に示された、パート譜の西部数を示すが、各西部内で分割もある。 楽譜には、大体楽器のための球が数多く記されており、40名ほどでの演奏も可能だが、理想的な編成は99名としている。その演奏者数を内に示す。4曲からなる組曲で、演奏時間は、シンシナティ大学ウィンドシンフォニーの録音で、それぞれ3分58秒、6分55秒、2分42秒、8分41秒、 素材として使用されている曲を示す。オーブンタイトルに付記した数字は、プレトリウスの部曲集での番号を示す。ありがとうございます。